川崎市高津区にある大山街道ふるさと館で、現在企画展藤田正俊切り絵展が開催されています。大山街道ふるさと館で年に5回行われている企画展の1回目の展示です。川崎市在住の切り絵作家藤田正俊さんが手掛けた3000点を超える作品の中から、高津区内の風景が描かれた作品を中心に原画29点と複製12点が展示されています。建物の外と中を1枚の作品に織り交ぜたり、印象的な題材を誇張して見せたりと、大胆なデザインが施されているのが藤田さんの作品の特徴です。また作品に藤田さんが景色を見て読んだ俳句が添えられているのも見どころです。会場にはガイドマップが設置されていて、作品に描かれた場所を実際に訪れることもできるようになっています。なかなか切り絵の作品に生で触れることっていう機会は少ないかと思いますので、今回の高津だったり川崎市の身近な風景と、その風景に思いを巡らしながら、この作品を楽しんでいただいて、さらに川崎や高津の魅力にを思っていただければと思います。この企画展は6月14日まで行われています。詳しくはホームページをご覧ください。